ケリー・マーフィーはアメリカ合衆国のバレーボール選手。ポジションはオポジット。アメリカ合衆国代表。フロリダ大学を卒業後、プエルトリコのクラブリーグで1年プレーしていた。2013年、アメリカ代表に初選出される。同年6月のパンアメリカンカップで代表デビュー資金メダルを獲得した。同年8月のワールドグランプリではレギュラーに抜擢され、 チーム最多得点をマークした。また、北中米選手権で優勝を果たし、自身も MVP に輝いた。同年11月のグラチャンでは、ジョーダン・ラーソンに次ぐ得点をマークし、銀メダルを獲得した。2013から14シーズンは、イタリアセリエへのアジェル・バレーでプレーしていた。2014年10月、イタリアで行われた世界選手権では、金メダルを獲得した。 翌11月、アゲオメディックスは、マーフィーの入団を発表した。加入者年度の2014から15シーズンでは、サーブ賞を受賞するなど、大活躍を見せ、プレミア初昇格のチームを3位に導いた。2016年3月に、アゲオを退団し、2016から17シーズンは、中国バレーボールリーグのカナンでプレーする。2016年8月に行われた、 リオデジャネイロオリンピックで銅メダルを獲得した。ありがとうございます。